入表製糖工場入表塔業株式会社は沖縄県浦添市に本社を置く製糖会社である八重山列島の入表東東部にある入表製糖工場で含む密糖の生産を行っている交渉能力100トン日2017-18年期の参考量は1639トンこの工場は竹富町が旧工場跡に建設し 2015年に完成したもので、延べ床面積4396平方メートル、鉄骨構造2階建て、総事業費約29億7200万円。原料処理能力は従来の工場の80トン、日から100トン、日に向上した。入表塔業が指定管理者として創業している。西表塔では1892年頃から、 砂糖機の栽培や砂糖の製造が行われていたが、1950年代以降、豊原、大原、古見、上原、住吉の開拓集落で本格的な栽培が行われるようになり、各地区に小型の製糖工場が設けられた。1960年に入り表製糖株式会社が設立され、中型工場が設けられたが、1971、72年期に、 干ばつと台風による二重の被害を受け、閉鎖を余儀なくされた。1973年以降、与那国政党株式会社による九州合併や与那国農協への譲渡等が行われたが、1975年に売却され、西表東京株式会社に社名を変更して、稼働を再開した。ありがとうございます。